はい、えー、こんにちは、花太郎です。今日はですね、あのテレビ東京で始まりましたお耳に合いましたらですね、そちら1話を見ましたんで、そちらの感想を言っていこうと思ってますので、よろしくお願いいたします。で、お話しすることがですね、こちらですね、こちらと、えーと、まあ、こちらと。はい、そんな感じ。まあ、ネタバレはね、基本的に少なめだと思います。で、一応なんで、一応大体どんなお話かと言いますと、まあ、この子ですね、あの主役の伊藤まりかさん演じるなんとかさんですね、ちょっと後で見てみますね。なんとかさんが、えーと、美味しいパッ パーソナリティを始めると。はい。そんな感じのお話になってますっていう感じですね。で、もう自分のもうざっくりした感想なんですけど、こっちにも書いてますけど、もう一話完璧ですと。はい。面白かったと思って、もうその勢いでちょっと録音してますっていう感じですね。はい。良かったですね。で、まず何が良かったかというと、まあ主人公が魅力的と。うん。で、もう伊藤まりかさんっていう方、あの、アイドルの方みたいなんですよね。自分も全然知らなかったんですけど、 えっと、乃木坂46ですかね。で、大阪の子って感じ。で、これでなんか魅力的な、なんかこれ、なんか芸術系とか、なんかちょっとやってる子かなと思ったから、イラストレーターをやってるとね、うん、そんな感じの子が主人公って感じですね。それは本人ですね。本人がそうなんですけど、まずね、もう、 初っっかから良たとであの脚本があのマンボウの八代さんですね昔ながらの人だったらあのカリカのね <laughs> あの八代さんがあの眉毛剃ってたあの八代さんですね八代さんが脚本も書かれてっていう感じですねであの脚本とかに関してはああのまあ、一応一応変わるみたいなんですけど最初のつかみの部分ですね例えばその主人公のえっ、ー、とこの伊藤まりかさん演じる ないと演じるこのみそのさんですね、みそのさんとこの人がこう、まあ、友達ですよみたいな感じになってるんですけど、この人とこの人の、この人の説明、この人がどういう人かっていう説明をこっちにぶわっとさせちゃうとか、その辺とかもその、まあ、遊び心ですよね、だからやっぱドラマとかよく知ってらっしゃる方の脚本だなっていう感じもしますし、それとやっぱり絵作りですよね、自分がちょっと思ったのは、このきは松本さんって方ですかね。 えーと監督されてるんですけど絵作りとあと編集ですよねだから後半結構あのちょっとイメージシーンになってからとかももう切り替わりがポン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 、あのー、やっていくんですけど抜群にうまいと、うん、あとはそのまあ暗闇、まあ、夜,夜中に一人でなんかラジオ撮ってるよっていうシーンなんですけどイメージシーンなんですけどその時になんか自分がちょっと感じたのはあのー、昔のあの 森田義光さんの家族ゲームの時のあの感じの色の使い方とか映像、色、音、あとは引きの絵が後半ポッポッとちょっと出てくるところもあったんですけどその辺の使い方とかもおっしゃれてんなーみたいなね本当にまあ自分の好みにドンピシャ合ってたのかなちょっとわかんないんですけどうまいなと思いましたねうん。だから なんかお芝居とかも、ま、糸満りかさんどのぐらいやってらっしゃるのか分かんないんですけど、あとどういう演出ですよね。演出されてるのか分かんないんですけど、もうドンピシャーってたなと。うん、そんな感じですね。で,ですから、まあ、自分もこの松本さんっていうか、ちょっとなんかね、注目していこうかと思いますし、あとこの松本さんがの、脚本書かれる回もあるのかなって、これプロって書いてるのはちょっと生意気なのですけど、プロデューサーの方ですね。うん、そんな感じです。じゃあちょっとあっち読んでみましょうか。このイントロの。 読んでみますよねあ,そうそうあと吉田照美さんも出てきたからああいうのとかちょっと憎たらしいですよね <laughs>。憎いぜみたいなあれって吉田照美さんじゃんみたいなね。うん、そのなんな感じその辺はまあロートルの人を相手にしてるんでしょうね多分ね。うん、吉田照美さん出てきたらあ業界の人はやっぱなんかもうニヤッとしちゃいますよねなんかね。うん そんな感じです、すこれに関して、これちょっと読んでいくと、なんかこう、ポッドキャストのなんとかと、なんか合わせて、企画がこういう感じで、ラジオのっていう感じでやられてると、うーん、そんな感じですね。まあ、この辺はちょっと、あの公式に書いてるんで、ちょっと読んでみてください。うんこの人、若い頃かなでも、小学生の時 CD コンポを並べて、カセットテープっったら、これ世代近いのかなうんそんな感じですよね。う この辺はまあいいでしょうと、うん。で、この脚本家さんとあれが監督さんと脚本家さんがこちらですね、ヨーロッパ企画の方もまたかけるんですね、ヨーロッパ企画、脚本家書ける人多いんですね、うん、そんな感じですね、で、監督さんが松本さんとこう,こうと、はい、そんな感じのドラマになります。で、あとは、えー、っと、そうですね、まずはここの、えーこ、もうこれだけで自分はね、見惚れちゃいましたからね、<laughs> うまいなと、うーん。 って感じですねあとはその時代の取り入れ方の巧みさっていうのはやっぱその主人公のまああのゴールデンでやってるドラマとかもあるんですけどちょっとそのなんだろうなやっぱ今をあだ今大体そんな感じだよねっていうのが何だろうなうーん自分がちょっと感じたのは あのー、前の『クルデイ』は着かざる恋のあの人ですね川口春奈さんであったりとかあともう一つ何かあったなあの恋愛漫画家か恋愛漫画家のあの人ですねあの人の漢字とかなんだろうな 大人が思ってるより若い子っていうのはそれなりにしたたかでしなやかになんかその時代とかは SNS とかそういうのもなんかうまいことちゃんと取り入れてるんじゃないのかなっていう感じがしてるとだからそういうなんだろうなちゃんと血に地に足がついたっつうかなんだろうなまあそれこそ YouTuber さんとかがね出て,く出てこられたりその事件を起こしたりとかそういうのもなんかドラマとかではなんか取り入れられたりもするけど だって、絶対、その、いい恩恵もめっちゃ受けてるじゃないですか。<laughs> だからその辺を軽く、軽く、つったかなんだろうな、うん、まあさっき言ったのと同じかな、時代をしなやかにこう生き抜いていく女の子。で、あの、まあ、ね、背もちっちゃくて、なんかちょっとボイッシュな感じで、ショートカットでって感じで、なんか、あの感じも良かったし、あとはその、糸満り香さんについて。 って言えばなんだろうなその役者さんを勉強してきたそのセリフの出し方じゃないセリフの出し方なんですけどそこにものすごいリアリティつーリリっていう言葉もちょっと難しいんですけどあってとにかくねやっぱね応援したくなる、うん、<laughs> なんかそんな感じだから役とあれとかその本人の魅力とかこうミックスさせてだからこそ監督さんどんな感じでこう演出されたのかなっていうのも。 もうなんか気になりますしうーんよかったなと <laughs> まあそれぐらいかなあとちょっと誰あれするか見ときますかねうんよかったよかった釣つってるだけだからねうんだから1話ゲストがラジオの人だから伊集院さんとかも出てくるのかなもしかしたらね この子ですよね、俺全然知らなかったからあれどっちか主人公かなと思って見てたからね最初 <laughs> そうそうこの方とかもそうですし、うん、あこの方ちょっと出てましたよね、うん、あこれだけしか書いてないや、うん、まあいっかうんそんな感じですまあとにかく自分はちょっとあれしたうんよかったと。 これででいいですかね <laughs> 久々なんでこの辺で終わらせておきます。まあとにかく1話楽しかったんであと2話3話とかねまたあの脚本家さんとか監督さんとか変わるのかわかんないんですけど自分の中では1話完璧ですとはいそれだけを伝えるための放送でした。失礼します。花太郎でした。